何のテンション、何のテンション、どうぞどうぞどうぞ、お入りください。くっそじゃあ早く座ってもらって、俺食いてえと思ってたんだよ。よっしゃ、ほら言ったじゃん、泣いてんだけど。いや結構俺いろいろ恋しかった。あ、そうなんすか。マジガチ泣きしてんじゃん。いろいろ作れてねえし。何がよ。ちょ、俺こんなんじゃないし、ちょっとマジなんだこれ。こんな感じで俺台湾料理食いたくねえし。なんか今天我要给全台人惊喜吃台湾的火锅。我现在人在日本的某一个 rental space， 看一下大家，很漂亮嘛，对不对？今天我跟健太郎有一个吃个晚餐，然后他以为是我们单纯吃个晚餐，不可能呢，健太郎，因为他已经很久没有来台湾嘛。然后我想说，应该他很怀念台湾的味道，所以我今天准备了这个台湾的火锅。我昨天跑去那个。在东京的花角潮汕嘛，买了一些这个那个蛋卷啦、啊，还有什么火锅料啊这种东西，然后当然是带回来这个沙茶酱，因为上次我跟健太郎在东京吃火锅的时候，我忘记带回来这个沙茶酱，就没有沙茶酱就好像没有完整的感觉，所以我这一次回日本之前就想到一定要买这个沙茶酱，因为我跟健太郎有一个六点半，然后我现在是五点半，所以我再点它吧，大家。请期待哦。现在呢，已经是六点十分。然后我刚刚跟健太郎是说，すいません、まあ前の予定の関係でレンタルスペースで作業してて、悪いんですけど新宿着いたら一回レンタルスペース来てもらって、少し大変なんでちょっと片付け手伝ってもらっていいですかって今言ったんですよ。したら健太郎さんがいいよって言って、で今場所を伝えたんで、まあ一回に着いたら連絡もらうことになってるんで、もう間もなく。ケンタロウが来ます。ほら見て、火鍋もめっちゃいい感じ。あ、めちゃくちゃいいじゃん。ちょっとこれ本当に美味しそう。ケンタロウがもう間もなく来るんで、もう少し待ちたいと思います。今もうケンタロウに言ってから今10分ぐらい経ったんですけど、どんぐらいでケンタロウが来るか分かんないから、めちゃくちゃトイレ行きたいのにトイレに行けない。ケンタロウ早く来てくれ、めちゃくちゃトイレに行きたいんだよ。でもその間にお前が来ちゃったら撮影できないから、ケンタロウ早く来てくれ頼む。ちょっとめっちゃ緊張してきたわ、どうしよう。こんな緊張すると思わなかった。ドッキリってめっちゃ緊張するんですね。びっくりした。A few minutes later。パーション先生在いいろ。来来来来。やべ、めっちゃ緊張してきた。カメラカメラ。ちょめっちゃ緊張してきた。やば。あ、開いてます。いらっしゃいませ。高志の火鍋屋さんへどうぞ。ようこそいらっしゃいませ。一名様ですか。一名様ですか。何のテンション？一名様ですか？一名だよ。一名ですか？あ、どうぞ、こちらおかけください。どうぞどうぞ。何のテンション？何のテンション？どうぞどうぞどうぞ、お入りください。くっそ。くっそ。お前これいいか、これ。ちゃんと料理できる場所借りました。あ、そうなの？はい。あ、ちょっといいか、早く帰ってもらっていいですか？ちょ、いいか、早く帰ってもらっていいですか？どうぞ。言えよ。はい、どうぞ。何？火鍋屋さんです、高島。じゃあ、早く座ってもらっていいですか？早く座ってもらっていいですか？はい、座ってもらっていいですか？どうぞ。はい、どうぞ、座ってください。どうぞ、お座りください。くっさい言うな、お前。お前くっさい言うな、お前。これ何？はい、ちょっとじゃあマイクつけてもらって。いや、ちょうど久々に、うん、何これ。はい、ちょっと早く座ってもらっていいですか。さあ、ということで、健太郎がやってきました。ちょっと待って、ちょっと待って、そんなテンションじゃないか、俺。マジでやばい。これ何？これマジで俺、テンパってんだけど、何これ。片付けって言ったじゃん。お前、早くつけてよ。ちょっとお前、久々すぎて、お前。ちょっとお前。はい、ということで、健太郎がやってきました。これ何？火鍋です。いや、わかる。いや、火鍋はわかる、この匂いは。え、これ台湾のやつ？そうそう。俺、食いてえと思ってたんだよ。よっしゃ、ほら、言ったじゃん。俺、思ったんだよ、俺ね。健太郎絶対台湾に恋しいだろうなと思って。いや、ほんと、シャンニエン台湾。でしょ？いや、ほんとに俺、うわ、台湾飯食いてえとずっと思って。え、だよね、絶対そうだろう。よっしゃ、正解。ほんとは最初、ドーファー作って渡そうかなと思ったんですよ。でも、ドーファーはちょっと、多分俺作るより現場で食った方がうまいだろうなと思って。うち火鍋かなと思って。イエペイ。違います。日本的たかし。そうです。の普通の企画。そうです。いやなんで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 。うわ、嬉しい。お、泣いてるじゃんって。泣いてんだけど。嬉しい。泣いてんだけど。いや結構俺いろいろ恋しかった。あ、そうなんすか。マジガチ泣きしてんじゃん。俺これなんで涙出てるか正直わかんない。あ、そうなんだ。ちょ、なんかよくわかんない感情。サプライズは初めてじゃないけど。嬉しい。泣いとるやん。マジで泣いとるやん。ちょっとなんかわかんない。なんか変な感情。ムラムラしてるんですか。ムラムラ。あ、行くか。いや、行かないよ。ちょっと早く開けてよ。これが本番なんすから。マジで。そうっすよ。これが
うわ、あ、もう飛び込める飛び込める飛び込んでもらっていいじゃ あの動画のためにやば一応ね、辛いの嫌いじゃん、だちょっと水多めには入れてあります、うん、で、ちなみにこの辺のバーピーじゃん、おーバーピーじゃん、そう、ちょバーピー、おい元気かお前、あ、ちょ待って、ケンタロウ俺買ってきたから今回ほら、うん、さあさあさあちゃんと買ってきたから、うわ出た出た、忘れてないよ、うわ出たちゃんと買ってきたよ、素晴らしいね本当に、まあ何もつけなくてもね美味しいだろうから、これ何この、何このもう変な感じ、この何、じゃあ料理できる場所が意外となくて、なるほどね、結構探したんですよ、え、ありがとう、これ用意してくれた、え、これわざわざ用意してくれとった、なんかのついでとかじゃないこれ、いや俺1時間半前ぐらいに入って用意してたんですよ違う、入ったらこの鍋見つかんないわ、ガスコンロのこのガスないわで買いに行ったりなんやで、めっちゃ焦ったんですよ俺、ちょっと何つけてなかった、くらいくらいくらい、うわ嬉しい、いい、いただいて、もちろん、じゃあお肉もあるんで、お肉も辛い大丈夫、うわどうよこれこれ、あうまいじゃん、うわ俺昨日この辺の中身は買いに行ったんですよ、あのホラチャオのスーパーに、今思ったら具材すごいじゃんこれ全部、あ、そう昨日買った、昨日買いに行った、じゃあ本当は持ってこようと思ったんですけど、うん、俺ほら今回ケンタロウに会う前結構時間あったから、日本来てから1週間ぐらいあったから、昨日スーパーで買いに行って、でドーピーは絶対必要だと思って昨日にめっちゃ回りましたもん、ないと思って、全然ないと思って、夜11時ぐらい、やめろよお前、ないね、変なサプライズすんなよ、このよくわかんないサプライズを泣いとるやん、いろいろ作れてねえし何がだよ俺こんなんじゃないし、ちょっとマジなんだこれこんな感じで俺台湾料理食いたくねえし、なんかしげんだよこれ、何がいいじゃん、いいことじゃん、モテキタカシの俺ってこんなんじゃないんだよ、どうなんの多分、でどうなんの、シェーとか、おう、わっしょーいとか、え、じゃあしょ、わっしょーやってもらって、できないできないできない、お前用意できてないよお前持ってきてないよ、ちなみにね、ケンタロウ私ね一応鍋だけじゃないんですよ今回、え、いやでもちょっとねちょっと心配してる、車、うん、おっいけんじゃん、テレレテレ台湾ピジョン台湾ピジョン、しかもこれ見て書いてある、イビンヤオテンゴン、絶対成功しなきゃダメって書いてある、おおおお泣くよ、泣かないやばいちょっと台湾ピジョーと火鍋食べてもらってマジ泣きしとるやん、久々でしょ台湾ピジョーで、ちなみにこれはね入れてもいいし入れなくてもいいなと思って、もう一個あって、これマンハンダーツじゃああのね、昨日ねこれ買いに行った時にワンズミエンって覚えてる、王子麺って麺鍋に入れるやつ、覚えてる、だから売ってなかったんよ、ないでなくて、まあ、マンハッタンさん入れるか、まあ、持って帰ってもらってまた寂しくなったら食ってもらおうかなと思って、マンハッタンばあちゃん皆さんぜひとりあえず肉とかちょっと食べようよ、俺お腹めっちゃ腹減ってんすもん、俺最近どうなのケンタロウ、いやあのね、じゃあコメントでもさ、ケンタロウ何してんのってみんな聞いたりしてるから、仕事で落ち着かんのや、忙しいね皆さん、台湾俺行きたいんですよ健康的にも大丈夫なんですか、体調とかも含めて、あ体調は大丈夫、体調もう体調は全然、元気は元気で、あ皆さん元気します本当に、すいません、うん、予定と全然違くて、すいません、あのホワンダをしたかったんですけど、去年でホワンダをしてる予定だったんで、もともとはケンタロウの台湾住み始めてホワンダをしようみたいに言ってたんですけどね、人生は本当によう分からんなんか予定狂わされんだよ、なんで前世がもうヤバいやつすぎたんじゃないですか、これなんか償ってるって償ってるってことあれ台湾タラス最後来たいつでしたっけ、11月か、そのぐらい、10月、あでも言って半年、5ヶ月ぐらい、まあそうだけど、まあでもそうだよね、その前が結構ほら頻繁に来てたからさ、そうそうそう、急に来なくなったから、マジって俺本当に、うん、あの独り言で、ああ台湾行きでーって大声で言ってたんです、本当最近だんだんひどくなってきて、もう本当1日1、2回は言ってる、大きい声でね、ぼーっと考えて、ああ台湾行きでー頑張ろうみたいなそれただのヤバいやつやん、あでもよかった、そしたら台湾のこれ食べれて、でもこれ食ったら余計行きたくなるよね、いや何もそれ俺やっちゃダメなのみたいな、ちょっと辛くない、大丈夫、俺も辛いと思うんですけど、あいい、俺はいける、うん、まあ麻痺してんのかな、強くなったね、慣れたのか、人生の辛さに慣れてこの辛さも慣れた、ああ多分人生の方がしんどいの辛いの台湾で仕事してマジで俺ね思うのよ、台湾で活動してた時が一番生き生きしてた、俺本当に一番楽しかった人生で、うん、と言われてちょっと悲しいじゃん、なんか、あそうだこれだうまい、これマジで辛くない、めっちゃ辛いんですけど
娘俺辛いってケンタロウ結構辛いはずだと思うんだけど、なんか俺今日いけるな絶対後で後悔するよ明日の朝とか。最近どんな感じだったんですか、そのなんかうわーってなるってこと。最近すごい悶々としてたって、悶々としてた。どんな感じなの、その黙々と俺は何をしているんだろうかとか過去のどこに間違えた、いやこれは必要なことだとか、こう自問自答を繰り返る、ループだよ、自問自答のループあの病んではないですけどね、ケンタロウ病んではない、病んではない、ただ忙しいだけなんです、ほんとにタカシみたいに話せるやつがいないんだよ、正直俺の中でいや、そう、マジなやつやまあでも何の話やねん、何の話やねんこれはこう収めるもんじゃない今の話は収めるもんじゃないちょっとお肉食べようよ、お肉、さあさあさあ、台湾の味する、めっちゃ美味しい、もうここが台湾に感じる、ソースコーナーが見える、もうそれやばい薬やってるやつやいや本当に正直ね、こんなに恋しかったんだって思った、びっくりした、あそう、こんなに嬉しいんだと思って、あよかったよかった、そしたら本当に、住んでる近くにはあんのよ台湾料理食えるところ、まあ行っても台湾行けるわけじゃねえしと思ってたから、あと台湾より高いしさと思ってたけど、食った方がいいね、これを現地で食わなあかんなってなる、あ自分のモチベーションにつなげるためにってことね、視聴者さんに言わなくていいの、お待たせしましたみたいな、皆さんお待たせしました、いなくなったわけじゃないんですけどねすいません、絶対めっちゃ多くの人気になってたよ、ケンタロウは嘘、うん、気になってた、コメントで来てましたもん、あ本当、うん、台湾料理元気出るな、最高やな、おかしいと思ったんだよ、何が、着いたら連絡してくださいって、あオートロックなんだと思って着いて電話したら、あじゃあそのまま上がってきてくださいって言うから、いや迎えに来んのかいと思って、でもドッキリだとは思わなかった、思わなかった、あ忙しいのかなと思って、あじゃあ今そこ相手入ってきた瞬間どう思ったんですか、俺が最初さ、高橋の火鍋屋さんにようこそって言ったじゃないですか、うん、あどう思いました、いや意味が分かんない、きっしょきっしょって、えでもてっきり俺火鍋のなんか案件来たんかと思った、合うわケンタロウ元気ですケンタロウ元気です、あケンタロウ元気ですっていう報告の動画、もちろんだってコメントでケンタロウ元気ですかとか来るから、あれすいません、視聴者の皆さんに答えないとちゃんとそこはすいません、なんか頑張ってまた台湾行きます、はい生きてますんで、生きてます